ん？ちょっと待って。やっぱり、歌が聞こえるずら。賛美歌だよ、これ。道を歩いてて賛美歌が聞こえてくるなんてびっくりしちゃうね。確か、この近くに結婚式場があるから、今、式を挙げてる人がいるのかも。実はね、マルも結婚のお祝いで賛美歌を歌ったことがあるの。学校の先生で結婚なさった方がいて、あ、式場に呼ばれたわけじゃないんだけどね、聖歌隊のみんなでお祝いしようってなって歌ったんだ。先生が幸せになりますようにって願いを込めて歌ったよ。先生、すごく喜んでくれて、マルも嬉しかったずら。マルは歌うのが大好きだから、それで誰かを祝福できるのって、マルにとっても幸せなことだよ。そういえば、この間、チカちゃんが結婚式っぽい曲を作りたいって息巻いてたんだ。なんでもテレビで、なんとかっていうのを見たらしくて、それに触発されたみたい。どんな曲ができるのか楽しみずら。今度はその曲で大勢の人を祝福できたらいいな。